皆さんこんばんは。みんなの党代表渡辺芳美でございます。私の親父の時代はカルマの皆さんとはしょっちゅうお目にかかっていましたが、残念ながら選挙制度が変わってしまって、なかなか知事選とか参議院選でもないとお目にかかる機会がなくなってしまいました。でもこうして新井紀子支部長をはじめ、私の選挙区以外で初めてこんな大きい支部を作ってくださったのがこの鹿沼でございます。みんなの党はまだできたばかりの新しい新党でございますが、本当に嬉しく思います。去年の総選挙では栃木県全体で24票、この鹿沼でも1万1000票近い票を叩き出してくださいました。本当にありがとうございました。みんなの党はいくつか特徴がございます。まず第1番目の特徴は、自慢じゃないけどお金がありませんので、お金を配らずに作った多分初めての政党です。大体ですね、新党を作るとなると10億円かかるって言われてますね。我々そんなお金ありませんでしたので、みんな自前でやらさせていただきました。本当に各地域、この鹿沼も全く同じでございますが、ボランティアの皆様方が応援をしてくださった結果、全国で300万票をいただけたということでございます。2番目の特徴、この十数年間日本の政界再編というのは一つの大きな対立軸があったんですね。それは小沢一郎さん好きか嫌いかという軸であります。みんなの党はどっちでもありません。小沢ニュートラルというのが2番目の特徴。3番目の特徴、みんなの党は何をなすべきか、我々アジェンダと言っておりますが、この何をなすべきかのアジェンダが実に明快な政党であります。そしてこのアジェンダのもとに覚悟の集団が集まる。私渡辺芳美は自民党を離党した。浅尾慶一郎は民主党を離党した。江田健二は民主党から誘われたけども、それを断ってみんなの党に来た。こういう覚悟の集団ですね。ですからみんなの党の支持者は熱いですよ。とにかくどこへ行っても熱い支持者が多い。この間大阪公園に行きました。夜9時頃公演終わって、ある焼肉屋さんに入って、食事を終えて帰ろうとする奥さんが隣のテーブルにいました。私を発見すると、渡辺さんじゃあります、私たちみんなの問い入れたんですよと言って、延々2時間ですよ。そこから熱い人が多いですね。驚きました。結局こういう皆さんに支えられて、今たった6人しかいない、たった6人の国会議員なのに、どの世論調査見ても第3党ですよ。共産党を超えちゃう、公明党も超えちゃう、で民主党、自民党、みんなの党、こういう順序になってるんですね。もっとすごい調査なんですよ。例えばこの間の共同通信の調査、みんなの党どれくらい、全国平均では第3党なんですが、この北関東ブロックだけ取ってみると第2党になってる。自民党を超えちゃったんですね。驚きました。
と思った。結局ですね、今民主党に期待をして政権交代やったけれども、どん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 支持率が落ちてる。じゃあ本来二大政党制っていうんだったら自民党の支持率が上がってないといけないんだね。ところが自民党支持率上がるどころか、まあ横ばいかちょっとじりんけ。だから誰が増えてるかっていうと、支持政党なし無党派が 50%。 そしてその中で、あ、みんなの党っていいんじゃないって考える人がみんなの党に来てるんですね。我々は去年の総選挙で政権交代までは民主党と一緒にやるけど、そっから先は別ですよとはっきりと決闘宣言の中で歌っておりました。民主党は政権交代もあるんですね、あのマニフェストを見るとね。だからモーニング娘。マルツのとんねずし、政権交代ピリオド、政権が変わったら役割の大半終わっちゃったってことなんです。だからどうですか、その後ね、予算の組み替えやって7兆円出すな、207兆円も予算はあるじゃない、一般会計だけじゃなくて特別会計もある。だから207兆円組み替えてしまえば民主党マニフェストを実現するのに7兆円ぐらい簡単に出てくるって豪語してる。全然出てこないね。子供手当だって、児童手当だって、次々したような話、高速道路を無料化するんだ言ってたのが昨日出てきた案見てぶったまげた。なんじゃこれ、無料化どころか値上げするって言うんですよ。だいたいですよ、高速道路のお一人様の料金ってどれくらいかご存知ですか。だいたいね、まあ道路会社によって違いますが、一番高い道路会社でも一人一回に払う料金は900円台です。1000円いってないんですよ、ね、それが実情なんです。だから実は均一1000円ってのもあれよりも低いんですね、本当はですよ、実態は。でも今度の民主党案は軽自動車制、ね、普通自動車2000円ですよ、値上げですよ値上げ、ね、無料化どこ行ったんだ。結局我々は言ってたの、選挙の時無料化なんか無理だよ、ね、あの暫定税率も廃止だ、それで無料化にするって言うんですか。こんな無茶できるわけねえじゃねえかって我々言ってた。結局そうだ、こういうのなんて言うんですか、マニフェスト詐欺って言うんですよ、ね、嘘つきって言われるわけよ。それは良くない、そんなことばっかやってるからどん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 支持率が落っこってくるんですよ、ね、まあ本当に情けないですね。みんなの党ははっきり言って覚悟はあります、ノウハウがあります、知恵があります、情熱があります。民主党覚悟ないね、ノウハウほとんどゼロですね、情熱ちょっと感じませんね。結局外交安保で迷走する、予算は全部財務省依存でやる、このどっちかです。まあ情けない、ね、外交安保はご案内のとおり普天間移設本当に迷走しまくってます、ね、あれ私が1年生当選した頃ですよ、
最初の原案が決まったのはね、当時橋本内閣でした。橋本龍太郎さんは当時コマートベッタリー宝田明と言われてね、オリウスマンなんて言われてましたね。なかなか格好良かった。で、その橋本総理の時代に当時の沖縄県知事、革新県政でしたね、太田さんという知事さんがいた。この橋本太田会談に